着いた。ほらイエス、スカーフ忘れないで。ほらな。ここに帰ってくるのは随分久しぶりに感じるね、リン。フェアリー、ここがどこか知ってる？検索完了。ここは第一交代中部の新エリート側です。第一交代とは新エリートの前身となるエリートで発生した巨大ホロー暴走災害、通称キュート陥落事件の産物です。当時の指導者たちは0号ホローの暴走を制御すべく、エリート南西から北東にかけて計14基もの指揮所の塔を爆破。爆発による衝撃が強烈な地質活動の連鎖を引き起こし、第一交代を形成するに至りました。そう、第一交代には侵食できるものがないから、拡張に必要なエーテルエネルギーを得られなくて、ゼロ号ホローの暴走は止まったの。第一交代が新エリートの建設を可能にしたとも言えるね。本来ならこの先はスロノスクにほど近いエリート市街地の北側に通じる道だ。車で10分も走らないところに大きな像が立っていた。ホワイトスター学会のね。それの手前で左に曲がると昔のミネルバク7番通り。左側にアンティークショップがたくさん並んでて、お兄ちゃんがちっちゃい頃よく偽物つかまされてたっけ。その向かいにはリンゴ用達のお菓子屋が軒を連ねていた。僕は偽物をつかまされる前におねだりに負けて食べきれないほどのお菓子を買い込む羽目になった。食べきれないなんてことなかったでしょ。テーブルに置いとけば1分もしないうちにみんなが取ってっちゃうんだから。お兄ちゃん忘れたの？忘れるもんか。話を戻そう。7番通りの突き当たりから2つ、いや3つのセキュリティゲートをくぐれば綺麗な建物にたどり着く。そこに私たちの先生がいた。いつもプレートの右側に立ってイアスと一緒に私たちを待ってた。ヘイリオス研究所、あの場所こそ本当に僕たちが帰るべきところなんだ。それは今もあそこにある。第一交代を超えたゼロ号ホローの奥深く、キュートの瓦礫の下に。また来たよ先生。ご無沙汰しててごめんね、いろいろあって。マスター、助手2号、僭越ながらその大切な方のご冥福を心よりお祈りします。お望みでしたらその方の名前を検索し、遭難者慰霊碑上の位置をマークすることも可能です。カローレ、カローレ、あるな。遭難者データベースに該当する人物なし。キュート陥落事件に関連する情報内で1件のみヒットしました。ゼロ号ホローを暴走させキュート陥落を引き起こした元凶、ヘイリオス研究所上級研究主任カローレ・アルナ及びその他関係者は題材人として歴史に名を残すだろう。推測、ご提供いただいた名称に間違いがあるか、同姓同名の別人がヒットしたものと思われます。何も間違ってなんかないよ。当局が公式にキュート陥落を引き起こした張本人って発表したカローレ・アルナ上級研究主任は僕たちの先生だったんだ。私たちを育てていろんなことを教えてくれた。 HDD システムもイアスも全部先生が残してくれたもの。そしてキュート陥落の日に私たちを救ってくれたのもフェアリー、前に聞いてきたでしょ。私たちがゼロ号ホローの調査に参加したいわけ。今ならわかるよね。観測データを十分に集めればいつの日かゼロ号ホローの深部まで入ってヘイリオス研究所の廃墟を調査できる。
僕とリンがプロ騎士になったのはそのためだ。先生の手がかりがあの場所にあるって信じてるから。僕たち兄弟の命にかけて、先生は決して滞在人なんかじゃない。必ずキュート陥落の真相を暴き、彼女の汚名を晴らしてみせる。なぜなら、警告、未知の対象が接近中。え、こんな時間に一体誰が。む、あとは単位フォロー6課の星見みやび課長。ああ、あの穴井に引いてたボンプの持ち主、並びに独立調査チームの責任者だな。お前たちに敗北を喫するとは思わなかった。覚えてくれてて光栄ですけど、敗北ってのはどういう。誰よりも早く第一交代異例の地を訪れる修行だ。そして彼女のそばにいてやりたくもあった。みやびさんも誰かを思い出しにここへ。ああ、母上をな。それはお悔やみを言わせてください。一日でも早く心安らげる日が来ることを願います。礼を言おう。だが私はまだ安らぎを得るつもりはない。というと。安らぎなど不要だからだ。キュート陥落を引き起こしたトガ人と、それにまつわる全てのものに枷をはめるまでは。私は逃すつもりはない。誰一人としてな。